おいすこんにちは、メリーです。さて今回は、もうね諦めましたよ、ラジオは。諦めたので私はこちらを使うことにしました。唯一ね相性がいいの誰かなって思って、まあ別に天聖パンドラとかでも相性はいいかなと思うんですけども、一応モリグーでいきます。闇を6個以上つなげるとっていうリーダースキルなんでね、まあ悪くはないんじゃないかなっていう。あー遅延2回されたらさすがに、お1体使える。とりあえずいっぱいつなげようってやつなので、あの向こうの方がね、向こうの方がいっぱいつなげようなんで、一応まず6個でやってみます。これで24、もうちょっとつなげた方が良さそうだな。スキルが強いんだよねラジオは。こいつぐらいだったらちょっと6個でいけてほしいかな。スキルがなー、羨ましいなー。よく外押すじゃん、だってほとんど96倍。そんなにつなげたっけ。あ、そっか、7コンボしなきゃいけないんだっけ、モリグーが。あー、めんどくさいね、これ。7コンボか。どうしよっかな、ここ。エスカーマリはまだいっか。なかなかめんどくさいコンビかもしれん、これは。6の、あー、ダメだな、これじゃ。最初の受けるダメージを半減してくれるんだよね、 HP 満タンだった場合。それは非常にありがたいんですけども、まあ、こんなもんで 1,2,3,4,5,6,7OK、 これはいいんじゃない。128倍。 OKOK600、 万、まあ、よくと違って HP において倍率がかけるわけではないので、ドンと、まあ、そこはいいかなって思います。ただでもロマン砲だよね、こっちのラジオワ君は結構ロマン砲。あの闇花火のスキルが出たらかなり爆発的に需要が高まるので、まあ、そこが怖いところですね。まあ出るでしょ、いつかは出る絶対。もうだってあと出ないのなんだ、光花火と闇花火のみかな。水花火いるね、火花火もいるもんね。その2個だもんね。出るでしょ。いっぱいつなげてみたいんだけどさ、そうするとコンボ数が落ちるから、まあ相性は 100% いいかって言われたら首をかしげるところがあるけども。うん、まあ悪いコンビではないかな。よしよし、どうですかね、ラジオは弾けてますか。フレンドもね結構あんまり湧いてない、ラジオは。皆さんはラジオを弾いておりますかな。イデアルが欲しいっていう人が結構いるみたいでね、イデアル狙いの人が多いのかな。ちょっとね、うちのパズドライデアルがやたら出るんですよね。もうイデアルしか出ないんですよね、むしろ。いや、やっぱ確率ってね怖いっすよ。所詮確率なんでね。 2%、 2分1に負けた、2分1に 2% のうちのどっちを引けるかっていう、それで負けたもんね。いやーちょっと引きすぎたな、さすがに。さすがに引きすぎた。このあと悠々白書来るのにね、できるだけ遅く来てほしいけど、まあそうも言ってられないでしょう。すぐ来るんでしょうね、3月頭でしょうね。3月の第2週かな、多分第2週ぐらいできそうだな。ちょっと一旦だけ指を欲しいんで、一旦だけ消費してからいきます。だいぶずれたな、やば、めっちゃずれてる。あー1コンボ損失した。もう1コンボ OK。ランキングダンジョンの周期がね、やたら時間かかってる。あと前の何杯だっけ、ソニアエルの前なんだったかな、なんか杯がさ全然集計取れてないんだよね。まだ報酬来てないから、なんか一気に報酬来そうな気がする。今のも一緒になんか同じように集計されそうですね。どうなんだろう、運営も結構、まあランキングダンジョン今までこんなペースでやったことないから慌ててるよね。つかまり封じんアシストしてるから、封じんは貯めていきたいのと、
レイはね、明け地が溜まっちゃうとちょっとあれなんで、この辺で使っとこうかな。こうしてちょっといろんなことがあって明智をアシストしてるんだけど、若干ね置いときたいドロップは。 OK、 ここでプレドラ王を抜くのに、まあエスカマリのスキルが返ってきてくれればいいんだけど、モリグはね意味ないからね、ここはスキルなしで突破するんですが、ただその前に他のね他の子たちのスキルを返していただきたい。うーん、こいつが溜まったな。一応ここはこれで突破しちゃおっか。と結構つなげちゃうけど、こんなもんで、7できなかったけど、まあいいでしょう。エスカマリ、モリグは打たないから、プレーナ打っていこうかな。プレーナ打ったら確実なんだよね、おそらく。4コンボすればいいだけだもんね。プレーナ打っていこう。プレーナ打って、これで、できるだけつなげて4コンボ。こんなもんでいいかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。これ抜けるっしょ。オッケーオッケーオッケー、全然余裕。追加攻撃どうしようか。ですよね、いつもゼヘラなんだよ最近。なんでかな、グラン出ねえんだわ。ジジババはあんまり指なかった、思ったより。ちょっとどうしても自分はこっちじゃないと組みにくいので、もう1コンボ欲しいな。オッケー、これは抜けるっしょ。難しいわ、さすがに。縦で消して6個つなげて、さらに7コンボはさすがにむずい。アングリーは1回ちょっと耐えよっかな。エンハンスないけど、無効貫通イデアルじゃねえわ。あの子が、この子が、ネイがどうにかしてくれるんじゃないかと。ペロリンチョ、オッケー。あー、遠いな。オッケーはオッケーでも遠いな。そこか。火がね、お邪魔。どうしよう、闇も無理やり持っていくか。無言の境地。もう一コンボ。ちょっとコンボ頼りになってる。神キラーとか振っちゃってるっけな。なんか今チラッと見えたような。あ、出なかったわ。こいつも一色お邪魔変換するだけだから、とりあえずはなんかいらない色をパッパッパーっと消して、よし、オッケー。これで闇を消すっていうことがない限りは大丈夫。あー、ニコの腰はまずい。お兄さん、ニコの腰はまずいですわ。で、闇を変える。オッケーオッケーオッケー。そう、5個か、5個ね。こうして、こう。あー、待って、こうして。なんでずれる、そこが。とりあえずこんなもんで。オッケー。闇がたまらんな。エスカマっていきたい。エスカマっていきたい。ここはエスカマっていきたいな。フレアクロー。さすがに4つ。でもドラゴンキラーあるんだよな。7コンボの火力で確か、ちょっとは倍率出る。攻撃力4倍。4個以上つなげると、だから、ワッチャン若干出るから、倍率が。これで、なんとかならないかな。ネイのドラゴンキラーが、16倍あればいけるんちゃう？オッケーオッケーオッケー。4個あればドラゴンタイプなら、まあ、なんとかなる。オッケー、よかったー。あの時のスフィンクスのお邪魔残さなくて。ラクシュミ最近よう出るからな、本当に。もう封刃が、あとビシュヌさえ出なかったら、ね、用なしになっちゃうけどね。結構 HP も高いな。最近楽趣味慣れしたわ。全然余裕にこなせるようになってきた。今日はカットなしかな。
別にカットしなくてもいいかなって思うんで、ちょっと暗闇がやっぱり苦手かな。まだややこしいんだよね、暗闇普通のドロップと。 OK でしょう。できれば闇を OK 消すなよグリザル、闇消すなよ。こんだけいい数あるんだから。2個消されるとちょっとまずいな。2個とも闇だと OK。 1個だけですね。いやーこれコンボ数がちょっとキワい。 OK 列をね入れちゃうと7コンボがなかなかなんだよね。よしよしよし。ビシュヌはちょっとできれば出ないでほしいかな。ヘラチューン、こいつでもう風神が意味なくなっちゃったから、エスカマに打っていけばいいんじゃねこれ。ここを火で塞いで、こうして、ちょっとできれば闇は温存したいので。うわ、めっちゃ降ってくる。まあ目覚めてるからしゃあなしなんだけど、176倍で1000万超え。最後プレナー打ちたいんでね、なんとかドラゴン戦は。オッケーオッケー、全然弱い。こうでしょ？ここは、こうして、こんなんで抜けるかな？あ、お邪魔決めてあげればよかったな、今のは。お邪魔をしっかり決めていこう。ただこの盤面だと、どうするのがいいんだろう。回復決めて、お邪魔決めて、こう。うわ、もうちょっとコンボできたな、これ。うわ、もう2コンボできたじゃん。まあいいや、突破ですね。で、まあ、ブブが出るとスキルを打たざるを得なくなっちゃうので、できればブブは出ておる。欲しくなかった。オッケー、ジンスキルも2枚余るから、これ使っちゃおう。レッツ組んで、ハート、ハート。ここはもう、普通に決めちゃっていいよね。意外と強いな。あーもったいなし。まあでも次陣使うか。プレーナー使ってヨグソ通すかな。あー君出るんだ、面白くな。せっかく無効貫通をしたかったのに。プレーナー打って、プレーナー打ってこれを打つことによって二色陣になって、1,2,3,4 コンボ組めればいいんだよね。4コンボってことはちょうどいいんじゃね、無効貫通入れれば。これでさ4コンボになるよね。どうっすか。 OK で次はこれ打って突破していきたいかな。光なんでまあ余裕でしょう。7コンボしたいんで、ここはちょっとコンボ重視かな。1列組んで、あとはもう、あれですかね。こんな感じかな。いや、でも6か。OK、落ち込みありがとう。よし。まあ結構落ち込みに頼ったけどね。なんだかんだ落ち込みに頼りました。7コンボしたらなんとかならないかな。OK、7コンボで全然抜けた。1列でもよかったみたい。ということで、ラジョアだっけ？ラジョアが手に入らなかったよーっていう人はね、モリグと組み合わせると結構ね、強い。けど7コンボしながら、まあでも条件は変わんないからね。モリグ使う分には、モリグ同士で使うのとまあどっちが強いか際いところですけど、ダメージ半減っていうのも強いしね、HP 満タンチ。まあいろいろ組み合わせはあると思うんで、もしラジオは手に入れられなかった人はいろいろ闇の列パテ組み合わせてあげると結構強いと思うので、ぜひ試してみてください。ではご視聴ありがとうございました。バイビー。